日本鹿児島県鹿児島市平野町平野町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下平野馬場町、鹿児島一平野馬場町。郵便番号は892-0848。人口は2599人、世帯数は1568世帯。平野町の全域で住居表示を実施している。高月川下流域に位置しており、 鹿児島市の中央部に所在している。町域の北から東方にかけて、照国町、新松院町、南方に、西千国町、西方に高市が接している。町域の南端を東西に、鹿児島県道24号鹿児島東市基線が通り、中央部を国道3号が東西に通っており、平田橋交差点で新道北方に回以降は、甲月川に沿って、 ほぼ南北に通っている。また、町域内の教育施設は、町域の東端に、鹿児島三育小学校、幼稚園が所在している。また、西部に所在する平田公園は、薩摩藩の過労であった、平田幸恵の屋敷跡であり、平田公園の隣には同じく、薩摩藩の過労であった、図書広里の屋敷も所在しており、上級武士の居住区であった。 町域の南西端付近にある平田橋の周辺には、日本画家の木村丹元の誕生地の石踏みや、1887年に、鹿児島川内間の道路建設工事を川切りに着工され、その後県内6つの幹線道路が開通し、それを記念して、道路改作記念碑が建立された。平野町という町名は、町域の北部に傾斜地が広がっており、傾斜地を鹿児島弁で、 平らということに由来している。江戸時代には、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下のうちであった。この一帯は、鹿児島城下の市屋敷で、鹿児島城に近い位置に所在しており、上級武士の屋敷が多く所在していた。現在の平田公園の敷地は、法暦治水事件で指揮を執り、後に法暦治水の責任を取って自害した、平田幸恵の屋敷跡であり、 鹿児島県の史跡にも指定されている。また、平田公園内には、平田幸恵の銅像が1955年に建立され、現在でも、聖徳慰霊祭が行われている。平田幸恵の屋敷の隣には、図書広里の屋敷が所在していた。遠方8年に発生した、田尻伝体火では、地内にあった、田尻との屋敷から出火し、3308件が全焼。 54名の死者を出すなど大きな被害を出した。1888年に交付された姿勢に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された施政施行地によって、鹿児島が施政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が姿勢による鹿児島市の区域と定められ、 4月1日に市政が施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの鹿児島城下平野馬場町は、鹿児島市の町、平野馬場町となった。1899年には、平野馬場町の内馬場を削除し、平野町に改称した。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、 鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1965年には中央地区で住居表示実施に伴い町の再編が行われ、平野町の一部及び山下町の一部より照国町が設置され、同時に平野町の全域で住居表示が実施された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島三育小学校、幼稚園私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。